I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ワンピース海賊ルフィ君たちが桜花七部会バーソロミュークマに追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の行為で辛くも危機を脱し、ブルックを仲間に加えて航海を再開した。やがてグランドラインを半周し、航路を横断する絶壁の大陸レッドラインに到達する。この大陸を越えて新世界に入るには、シャボンディ諸島にいる職人の手で船をコーティングしてもらい、深海にある巨人島を目指すしかない。航海の途上で再会した元アロン一味のハッちゃんと和解した麦わらの一味は、彼の案内でシャボンディ諸島に上陸。そこには超新星と呼ばれる億超えのルーキーたちが集結していた。一方で町では天竜人と呼ばれる貴族が理不尽な振る舞いを繰り返していた。彼らはかつて世界政府を作った王たちの末裔で、もし手を出せば海軍大将が派遣されるという。そんな天竜人と小競り合いが起こり、ハッちゃんが撃たれた。激怒したルフィは天竜人を殴ってしまう。事件はすぐに海軍に伝わり、ルフィたちは海軍によって直ちに包囲された。いずれ海軍大将も現れるという危機的な状況の中で、ルフィたちの前に謎の男が姿を現す。おお、ハチじゃないか。何しとるこんなところで。この傷はどうした？レイリー、なんでこんなところに。なるほど。まったくひどい目にあったな。お前たちが助けてくれたのか。さて、何した今。なんだこのじいさん。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー・ディ・ルフィ。メイオシルバーズ・レイリー、まさかこんな大物にここで出会うとは。
この島じゃコーティング屋のレイさんで通っている。下手にその名を呼んでくれるな。ちっ、おっさん、俺に会いたかったってなんだ。うん、話は後にしよう。まずはここを抜けねばな。すでに海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞ、ルーキーども。巻き込まれるどころか、完全に共犯者扱いか。仕方ねえ、表の掃除はしといてやるよ。お前は下がってろよ、これだけで十分だ。奴らを捕まえろ。まずは海軍の包囲を突破しよう。私は手を出さんので、君らで頼むぞ。俺がやる、お前は逃げていいぞ。もう一度俺に命令した。お前からです。先に行ってろ。シャンブレス、撃て。気を楽にしろ、すぐに終わる。じゃあな、麦わら屋。まだ来るぞ。今のうちにハチを安全な場所に運んでくれ。にゅー、迷惑かけてすまねえ。ハチを頼むぞ。他の者は私と共に行こう。後でまた落ち合えるだろう。あいつらが敵の注意を引いてるうちに、ハチは逃げて。
ション。あっちが苦戦中だ。火星に向かい。も飛ばさないし。船長やっていたシルバーズレイディーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールドロジャーが処刑されたってことは一味は全員海軍に捕まったんだろ。捕まったのではない。不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。おさん、一個だけ聞きたいんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に。ウゾップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねえ。やれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。お前ら気をつけていけよ。本当にありがとうな。一面を見つけたぞ。船の
コーティング作業には行ってもらおう。あるまで君たち、意味がないぞ。マシケットを外るぞ。俺が目指すのは世界一の剣。ここまで負けるわけにはいかねえんだよ。
しもし、こちらキザル。おかしいね。大軍です。そろそろキザルのおじきも到着してる頃だ。じゃあ、舞も行くか。舞は世界一ガードの固い男。どんのガードも怠らねえよ。戦闘丸に進路を塞がれちまった。こうじゃ敵に追いつかれるぞ。戦闘丸という男を探してるんだけど、ああ、わしの部下でね。もしもーし、あれ？もしもーし、ああ、こっちか。ガチャ。こちら、ボルサリーノ。おじき、ちゃんと持ってんじゃねえか、ごでんでん虫。なんで連絡してこねえんだ。お、おー、戦闘丸くん。ああ、じゃねえだろ。何やってんだよ。もう島に着いてんだろ。いや、それが連絡取れなくてね、君に。もういいよ。それよりさっさとこっちに来てくれ。おお、わかったよ。力を見くびってたぜ。お前らのバカ騒ぎのおかげで仲間を逃がせ。借りは作りたくない。お前戻ってきたのか。道を塞いでる奴、俺の周りに集めろ。まとめて片付けて。かけすぎだ。再起動する前にと言ったはずだぞ。そいつはお前を狙ってるぞ。そのままこっちに連れてこい。
動かれると厄介だ。ぶっ飛ばして動きを止めておけ。再起動する前に他のも同じ要領でやってくれ。これで撤退を再開できるな。今のは一時しのぎだ。また追いつかれる前に急いで逃げろ。麦わらの一味確認、追撃再開。待て PX1。 パシフィスタが消えた。あいつ本物だ。違いない。今の能力見たことあるもの。スリラーバークで女の子が一人、ああやって消されて二度と帰ってこなかった。てめえなんでここに。味方に何やってんだ熊子。麦わらの一味はあそこか。
ファルガード、君も捕まえにゃならんのでね。やべえ、あいつも狙われた。せいぜいお気をつけなすって。よっこの人、何やってる。早く逃げろ。望むの、はい、速度は重さ、光の速度で切られたことはある。本気を出そうかね。やれやれ、本気を出さなきゃいかん。
君は逃がさないよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ！無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい？冥王レイリー。若い目を摘むんじゃない。俺から始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天野脈も、困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。旅行するならどこへ行きたい？ナミ！もうやめろ！お前！ナミ、助け！なんだ、俺は一人も救えない。もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。やったな！